はい、どうも、たてがみです。このチャンネルでは最近行動療法のエクスポージャーという技法について少しずつ発信していってるんですが、今日のテーマはこちらになります。ドドン、パニック症に対する内部感覚エクスポージャーということでお話ししてみようと思います。まあ、エクスポージャー、暴露法の中にも何種類かタイプとかやり方の違いみたいなものがあって、以前ですね、脅迫症に対する暴露反応妨害法っていうものはご紹介したんですけど、今回ですね、このパニック症に対して効果的なんじゃないですかっていうふうに言われてる内部感覚エクスポージャーについてお話ししてみようと思います。それじゃあ行ってみよう。はい、ってことで早速話していこうと思うんですけど、まずですね、この内部感覚エクスポージャーっていうのが他のエクスポージャーとまあどういう感じで違うのかっていうところを話してみようと思います。ということで、これですね、登場、内部感覚エクスポージャーということで、従来のエクスポージャーっていうのはまあクライエント、患者さんですね、このクライエントさんの外部の世界に存在する条件刺激にクライアントさんが、まあ、接近するみたいな、そういうことを行うことが、まあ、従来のエクスポージャーだったんですけど、今回ご紹介する内部感覚エクスポージャーはクライアントさんの内側ですよね、クライアント自身の反応、身体感覚や恐怖の感情に対してエクスポージャーを行うっていうところで、だからこの場合本当に恐れてるものはこの従来のエクスポージャーの考え方みたいな外側にある何かではなくて、僕たちの内側にあるっていう見方をしてるんですよね。実際ですね、パブロフの犬に影響を受けたジョン・ワトソンさんがこう内観とかじゃなくて、もう目で見えるね、ビデオで撮って見えるようなことを対象にやっていこうって始めたこの行動主義のアプローチが、またこの目に見えない僕らの皮膚の内側で起きてるようなことを対象にしたっていうところで、そういう意味で革新的な方法になったんですけど、この行動主義が目で見えることだけじゃなくて、この体の内側で起きてることをどういうふうに扱ったらいいんですかっていう考えは、この先何パターンかに分かれていくことになるんですよね。そこに心みたいなものを想定するのか、認知っていう枠組みを組み込もうとか、それとは別でスキナーさんっていう方が徹底的行動主義っていう考え方をボンと打ち出したりするとか、そういうことについてもこのチャンネルで、まあ、後日、まあ、結構先になると思うんですけど解説していこうと思ってます。で、まあ、そんなね、革新的な方法、内部感覚エクスポージャーってどんな感じでやるイメージなんですかっていうと、体内で起こる身体感覚をあえて主体的に体験してもらうっていうような方法を取るんですよね。例えば心臓の鼓動だとか、喉の詰まる感じ、呼吸の乱れ、そういったものを、例えば二酸化炭素をこう自分で吸引してそういう状態を作り出すとか、この後の例でもお話ししようと思うんですけど、こう頭を左右に自分で振ったりして、そういう身体を動かすエクササイズを行うとかするっていうやり方なんですよね。そういう感じで面接室内でパニック症とよく似た身体感覚をクライエントさん自身が意図的に作り出すっていうことをやるんですよ。そういうことをして、パニック発作による恐怖とか予期不安といった条件反応の消去を促すっていうのが内部感覚エクスポージャーっていうことなんですよね。じゃあ実践っていうのはどんな感じなんですかっていうのを、広島国際大学の首藤准教授っていう方が、まあ、実例を組み合わせて、まあ、プライバシーとかに配慮して再構築した、まあ、架空の事例っていうのを僕が読んだ本の中でこう書かれてたんで、それを、まあ、この動画の尺に合うようにさらにちょっと僕の方で簡略化した事例っていうのをご紹介しようと思います。まあ、クライアントの A さんは運転中ですよね。さらにその特定の場所、トンネルに入るとき、そういう特定の場所とか状況で頭がふわふわするような感じがしたり、動悸や息苦しさ、めまいとか、手足が冷たくなって震えるような感覚みたいなのを感じるようになったと。そういう感覚を感じると頭の血管が切れてしまうようなイメージとか、脳梗塞で死んでしまうかもしれないっていうようなイメージが湧くようになったと。で、まずは病院に行って脳を調べたりいろいろ検査したけど異常が出なくて、でもこういう感覚が気になって運転ができにくくなっていったり、電車みたいな公共の乗り物とかエレベーターの中とか、そういう特定の場所を避けるようになってきたところで、そのパニック症っていう話をテレビで見かけて、まあ、受診されたと。で、そんな A さんに対してこの事例の中ではアクトっていうね、まあ、このチャンネルの中でもご紹介した、まあ、行動療法の第三世代って言われるような心理療法の
形があるんですけど、まあ、それを実施されて悪と特有の技法を組み合わせ実践してもらったと A さんに、まあ、詳しいやり方とか省略するんですけど、まあ、例えば筋トレのメタファーとか脱フュージョン味わいエクササイズみたいなものにプラスして内部感覚エクスポージャーを実施したと。どういうことを実施したかっていうと、 A さんはめまいを感じると脳梗塞が起きそうで不安、そういうイメージが湧いてきたり、こう怯えるような気持ちが湧いてくる、それをあえて感じることを目指したエクササイズとして、この A さんの苦手な首を左右に振るっていうことに挑戦してもらったと。こう A さんにですね、面接室内で30秒ほど首を左右に振って、その後生じる感覚や感情について細かく報告してもらうっていうことを実施したんですよ。クラクラしますとか、目がチカチカしますとか、頭がほてってる感じがしますとか、逆に指先は冷たくなったように感じますとか、ごく軽い吐き気を感じますとか、詳細に状態を報告するっていうことをやったと。で、こういうエクササイズを何回かやって、このエクササイズ自体をどう感じますかとか、エクササイズについての感想っていうのを A さんに尋ねると、不安を感じない方が良いと思っていたので不思議な感覚です、やってみた感じ思ったほど悪い状態ではないということに気づけたみたいな答えが返ってきたと。で、このエクササイズを面接室だけじゃなくて自宅でも練習してもらって、そこから苦手だったエレベーターに乗ることとか車の運転とか、まあ、どうしてそういう行動を増やしたいって自分が思ってるのかみたいなのの価値の確認とかも行いながら、行動の範囲のレパートリーを拡大していく方法を、まあ、実施して徐々に回復していったっていうような、まあ、そういう話があるんですよね。で、まあ、今回の事例はそうなんですけど、ACTっていう行動療法の取り組みの中の一つの技法として、まあ、内部感覚エクスポージャーが適用されてて、内部感覚エクスポージャーだけでパニック症のいろんなものを解決するというより、複合的な取り組みの中の一つとして活用されてる、そういうところをご紹介したんですけど、まあ、ここでね、ACTっていう行動療法がエクスポージャーっていう技法を取り入れた時によくされる勘違いがあるので、ちょっと補足していこうと思うんですけど、ACTでは不安を味わうことが重要って考えてるわけじゃなくて、不安を感じながら自分にとって価値のある行動を行うことに意味があるっていうふうに考えてるっていう点はすごく大事なポイントなので、ちょっと補足しておこうと思います。はい、ということで今回はパニック症に対する内部感覚エクスポージャーということで、この内部感覚エクスポージャーが他のエクスポージャーとちょっとどういうところが違うのかっていうこととか、そのパニック症とかね、予期不安に似た状態をクライアント自らが意図的に作り出してそれを体感するみたいなね、すごく特徴的な面とかをお話してきました。まあ、動画の中でもちょっと触れましたし、過去の動画の中でも話してるんですけど、行動療法の中にもいくつかのパターンとか系譜とかがあって、皮膚の中で起きてるね、カメラで撮っても見えないような面を行動的にどう扱うんですかっていうところには、まあいろいろな考え方の種類とか、まあ難しく言ってしまえば哲学みたいなものがあるので、まあ、それについても後々ねちょっと話していこうと思います。次回はですね、このエクスポージャーに対してこういうポイントがあるんじゃないですかとか、注意点があるんじゃないですかみたいなことも調べられてるので、それについての動画をご紹介した後、まあプラスもう一本ぐらいエクスポージャー関係取って、まあそこで一旦行動療法とか行動主義関係のシリーズはそこまでという感じにしたいと思いますので、もしですね心理学などに興味があるという方はですね、チャンネル登録や高評価などしていただけたら嬉しいです。ということで、たてがみでした。またお会いしましょう。バイバーイ。